ラルス・クリスティアン・ヤコブセンは、デンマーク、ピュン島、オーデンセ出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。派手さはないが、講師ともに安定感のある堅実なプレーと素早い、判断能力が売りのサイドバック。戦術面の理解度も高く、首脳陣から高く評価されている。オーデンセで生まれ育ち、地元のプロサッカークラブオーデンセ BK で、フットボールキャリアをスタート。 ユースチームで徐々に才能を開花させていった。1996から97シーズンにトップチームデビュー。1997年には U-19 デンマーク代表の年間最優秀選手賞を受賞している。1998から99シーズン2部リーグのデニッシュファーストディビジョンで優勝し一部昇格に貢献。二千二年のデニッシュカップ決勝戦では 強豪コペンハーゲン鬼のゼロで破りチームは9年ぶりにタイトルを獲得。ヤコブセンはカップファイターを受賞。そのシーズンが終わるとともに、ヤコブセンはさらなる向上を目指し、ドイツの強豪ハンブルクへ移籍を果たす。しかし、成績はフルアズジシーズンには、コペンハーゲンへ移籍し初の海外挑戦は幕を閉じた。コペンハーゲンでは持ち味を発揮し、即座に、 スタメンの座を確保。2005から06シーズンのスーペルリーが制覇に大きく貢献した。また、同シーズンのデニッシュチームオブザイヤーのライトバック部門に選出されている。そして2006年の春、その活躍がデンマーク代表モアテンオルセン監督の目に留まり、A 代表に初招集された。2006から07シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは全試合に出場。 チームはグループリーグ敗退となってしまったがパルケンスタディオンで行われたグループリーグ第4節のマンチェスター優先では後半28分に CK から精度の高いクロスを上げ決勝ゴールの起点となる活躍を披露その活躍からエバートンパリ SG ヤクブセンがかつて所属していたハンブルクなどヨーロッパの複数のクラブから注目を集めたヤコは 遺跡を希望したが、コッペンハーゲンのスタールソルバッケン監督から契約が切れるまでチームに残留するよう要請され、ヤコブセンはこれを承諾。2シーズン連続のリーグ制覇に貢献した。2007年7月、ニュルンベルクと1年契約を結ぶ。しかし、シーズン序盤に負傷してしまいわずか7試合の出場に止まる。チームは2部へ降格し、ヤコブセンは遺跡を希望。 2008年の6月に移籍を許可され、同年8月に自由契約でバートンに加入。2008から09シーズン開幕時は、同ポジションのトニー・ヒバートが先列を離れていたため、スタメン出場が濃厚とされていたが、9月11日に行われた W 杯欧州予選のポルトガル戦で、肩を負傷してしまい、またも長期間の離脱となってしまった。2009年1月下旬頃に、 戦列復帰を果たすも、ヒバートに加えフィリップ・ネビル、フィル・ジャギエルカも同ポジションでプレーするため、出場の機会を得ることはできなかった。2009年3月22日のポーツマス戦で初出場。スタメン起用され、86分間プレーした。その後も起用され続け、安定したパフォーマンスを披露している。2009年6月29日、エバートンとの契約が切れたため、 二年契約で、ブラックバーンへ移籍。2010年8月31日、ウエストハムへ移籍。チームはニブへ降格し、2011年6月に退団。2011年9月13日、サンテティエンヌとの契約がまとまっていたが、一転、三日後の16日に、フルスコペンハーゲンへの復帰が発表された。背番号は当時と同じ2番。 2011年10月7日の UEFA ユーロ2012予選期プロス戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。